YouTube。本日はこちらの鉄アレイ何キロまで持てるかチャレンジしてみます。体すべてが饅頭という得意構造の霊夢よ。何をしているんだぜ。マリサ、何って人気 YouTuber になって広告収入と企業案件で大金稼ぐのよ。撮影の邪魔しないでよ。音声入ったじゃない。お前。あれって成功する人は 3% しかいないと言われているんだぞ。今更何言ってんだお前。うるへえ、私の長年の夢だった大豪邸に住んでサーバルキャットを買う夢のためにはこれしかないんじゃい。人生一度きりじゃ、博打したるぜ。未成年のくせに酒でも飲んだか、口調が別人だぜ。大金が欲しくてやるならもっと別のより堅実な方法があるぜ。それ本当、けどお金持ちになれた確かな証明がないならやる気になれないわ。証明ならあるぜ。むしろ証明ありまくりだ。というわけで解説スタートだ。気がつけば解説が始まる。しまった乗せられたわ。今回解説するのは二宮金次郎さんだ。銅像で見たことがある人もいるだろう。お前も名前ぐらいは知っているよな。学校の階段でおなじみよね。校庭ランニングしたり背負った薪を児童の頭に向けてぶん投げたりするんでしょ。随分アグレッシブな銅像だな。というか二宮金次郎本人についてのイメージはないのか。とりあえず勤勉な人、というのは聞いたことあるわ。薪背負いながら読書してるし、いい線言っているな。二宮金次郎の名前は知っていても何をした人なのかは知らない人も多いので早速出生から説明するぜ。二宮金次郎が生まれたのは1787年、神奈川県小田原市香山の香山村だ。ちょうど徳川家斉が11代将軍として就任した頃だ。二宮は百姓の生まれだが祖父の代で広い土地を持ったため比較的裕福な家だったんだ。まさにリアル百姓貴族ね。だが金次郎の父がちょっと問題でな。百姓だが病弱体質で、そして珍しく学問大好きなんだ。父、家門は農業に手抜いて学問や風流ごとを好み。また、困っている人に頼られると無利子でお金や米を貸し、香山の善人、というあだ名が付けられていたんだ。一見すると良い人みたいだが気が弱い父は返済能力が乏しい人にも貸すため計画性もない。おかげで二宮家は徐々に没落していった。そして1791年、南関東を暴風が襲う。酒川川が氾濫し堤防が決壊、村は濁流に飲まれ二宮家の田畑にも土砂が流れ込み荒れ地とかす。さすがに目が覚めた利右衛門は田畑の復旧作業に懸命に働く。5年かけてなんとか回復するがもともと病弱だったためダウンしてしまう。薬代を稼ぐためせっかく復旧した田畑を切り売りする状態になる。当時、村の共同作業で酒川川の堤防不振に各家から一人が労役に出ることになっていたが病で伏せる父に代わり数え12歳の金次郎が出ることとなった。数えってことは満年齢に直すと10、11歳ぐらいよね。そんな小さい子働かせるの。金次郎の弟たちはまだ幼いからな。現場では最年少の金次郎は一人前の働きはできない。村人はそれを責めたりはしないが金次郎は人の役に立つことを考えた。そこで金次郎は労役をする村人のわらじが過酷な労働でボロボロになることに気づいた。金次郎は真夜中にわらじを作り、翌日に労役現場の人たちに無償で配る。そして村人が休んでも自身は休まずに終日働く。その姿を見て村人たちは感心し金次郎を可愛がる。周囲をよく観察し、自分にできる精一杯の仕事をして人々の心を掴んだのね。わずか10代前半の少年とは思えない賢さと行動力ね。当時から相当賢い子で、13歳の頃自主的に酒川川の堤防に松の苗を200本植えたんだ。育った松が根を張り丈夫な堤防になることを経験と知識で知っていたんだ。暇があれば堤防を訪ね松の成長具合を見ていたんだがそんな彼を周囲は、土手坊主、というあだ名をつけた。当時は変わった子扱いされたんだな。だが14歳の頃、父が亡くなる。葬式費用など賄うため田畑を切り売りしさらに没落する。そして1802年、母方の祖父が亡くなる。当時の日本では長寿の際は白い着物を着るのがマナーだったが金次郎たちの継ぎはぎだらけでみすぼらしい見た目に親類から葬式への出席を拒否される。実父の葬儀に出れなかったのがショックだったのか金次郎の母は病に伏せ同じ年に亡くなってしまう。わずか数え16歳にして養親を失う過酷な運命。酷すぎるわ。だがまだ終わらない。同じ年に親類の力を借りてなんとか田畑を整備し田植えを終える。だが田植えが終わったばかりの頃、酒川川が大雨で再び氾濫。田畑は荒れ地となる。もうやめて、金次郎のライフはゼロよ。両親を亡くし田畑も荒れてしまい、金次郎たち3人兄弟は親戚に引き取られ離れて暮らすようになる。父に似て学問好きに育った金次郎は昼は懸命に働き、夜は遅くまで本を読むが学問を学ぶことを良しとしない叔父、万兵衛に咎められてしまう。お前を養っているのに油を費やすなど恩知らずだ。学問が何の役に立つ。と、これは万兵衛が特別極悪人というわけではなく当時の百姓は学問の必要性が皆無だったんだ。叔父にお詫びしてなんとか許してもらえたがそれでも本が読みたい金次郎は友人から500の菜種を借りて荒れ地とかした地震の土地や占領側の包みに巻く。すると翌年には約8升の菜種を収穫することができた。
金次郎はこの菜種を油屋へ持って行き豆苗油と買い、その油で夜間寝ずに読書をした。油がないなら作ればいいじゃんって、なんてすごい発想だわ。だが万兵衛に隠れて行灯の明かりを着物で覆い隠して本を読んでいたので、肩身が狭いことには変わりなかったぜ。夜中に隠れてゲームやスマホやる子供みたいね。その姿に親近感湧くわ。お前みたいな怠惰な奴に親近感抱かれるのも迷惑だろうな。他にも村人が田植えで余り、あぜ道に捨てた苗をもったいないと拾い上げ荒れ地に植えた。すると秋に一俵もの米を収穫することができた。これらの経験から金次郎は、小を積んで大とすることは自然の摂理なのだ、と考えた。この、石小医大を金次郎は生涯にわたり実践することとなる。約2年ほどで万兵衛の家から出て独り立ちすると、金次郎は懸命に働き、数年かけて生家の土地を買い戻す。24歳の頃には1丁4単、約 1.4 ヘクタールの田畑を所有し、小作人を何人も雇うガチ百姓貴族になるほどだった。お家再興したのね。すごいわ。いつまでも子供のままだとあれだから、大人版金次郎の肖像画にチェンジするね。え、言いたいことはわかるぞ。私も肖像画初めて見た時、銅像とのギャップに驚いたからな。金次郎の身長は182センチ、体重94キロで、足のサイズは28センチもあったと言われている。182センチって、現代でもでかいわよね。江戸時代の人の平均身長ってもっと小さいわよね。スポーツマンで同じ体型の人を探したら、野球選手の浅村秀人さんとハンク、アーロンさんが該当したな。金次郎の体格知りたかったら、この二人を検索すればよいんだぜ。資料によると、この体型はお母さんにらしい。え、ちょ、おま、その後も金次郎は小作業を得ると田畑を買い戻し、徐々に所有する土地を増やし、村でも有数の地主となる。そして26歳の頃、小田原藩家老服部十兵衛のところへ中間として奉公に出る。そこで金次郎は服部家の財政状況のヤバさを目の当たりにする。と、言いますと、服部家は1200石の俸禄を得られるわずだが、天明の大飢饉以降、藩全体の米の収穫量が減少したため、服部家も減収となってしまった。赤字分を商人からの借金で賄い、その利息がたまりにたまった状態だった。そしてそのしわ寄せは使える奉公人たちの給金にも影響が出るようになった。困った奉公人たちは金次郎に借金を申し込み、金次郎はそれらに応じた。その展開、お父さんの二の舞になるんじゃ。きっちり利子付けて返済させた。なんだって。例を挙げると、とある台所女中が借金を申し込む。金次郎はどう返すのか、と問いかける。女中は給金から返す、というが、この女中の給金はだいぶ先まで前借りしていて、当然返せない状態だった。金次郎は思考し、料理に使う薪を5本から3本に減らすようアドバイスした。薪を減らす、どういう意味だ。使う薪が減ればそれだけ節約になる。たかが2本でも1月で120本も薪が浮く。余った薪を金次郎が買い取り、薪屋に売り、お金に換える。そのお金を返済に当てさせたんだ。薪を減らすため、薪の並べ方を工夫し、残った木炭も利用させた。熱伝導率を上げるため、釜の底についた炭をきれいに落とすようにもアドバイスもした。女中はアドバイスをよく聞き入れ、借金を無事に返済してしまった。すごいわ、お父さんの失敗から学んだんだろうな。金次郎は現代のファイナンシャルプランナーの役割を果たしていたんだ。そんな有能すぎる金次郎に、上級下級奉公人の多くがお金の相談をするようになる。彼は1814年に服部家の中で五条行という組織を作る。これは必要な人にお金を貸す相互扶助金融システムだ。それを五条行貸金と名付けた。五条とは儒教が定めた仁、義、礼、智、信の5つの徳のことだ。これらを守れる人間を会員として許可した。仁は余裕のある人が借りたい人にお金を出すこと。義は借りた人が約束通り返済すること。礼は貸してもらったことを感謝すること。知は一日も早い返済のため努力し工夫すること。信は相互信頼関係だ。これは現代でいう協同組合に該当する。ヨーロッパが協同組合を設立する20年も前に金次郎は設立したことになる。ヨーロッパより先だと相当すごい人ね。金次郎は4年ほどで服部家を辞め村に戻る。ところが金次郎の元に家老より服部家の家政立て直しの依頼が来た。金次郎は断るが、家老の熱意に押され、これを受諾した。数年分の収支を調べると、いろいろと大変なことが分かった。大変とは、服部家は先ほども言った通り、藩の財政悪化により1200石得られる収入が3分の1の403しかもらえていない状態だったんだ。それなのに支出は従来通りなんだ。現代人からすればアホの行いなんだが、武士っていろいろ面倒でな。家の核に傷がつくと見栄を張ってしまっていたんだな。服部家の借金は約200両。そこで金次郎は家老に、部をわきまえましょう。収入に見合った生活をしましょう。これを分度と言います。とアドバイスした。家老はこれを承諾し、質素な生活をする。
金次郎は使用人たちにも節約を促しお金を貸している商人たちにも返済計画を説明し納得してもらい6年で完済できる計算だった。そして服部家建て直し計画より約2年後。まさかもう返済したの？借金が370両に増えた。なんでや？これは小田原藩主、大久保忠真が幕府の老中についたことが原因だ。服部も江戸詰めとなるんだが小田原と江戸の二重生活によって経費増大。江戸の物価って地方と違ってすっげー高いんだよ。イレギュラーな出来事に金次郎も困惑した。武家社会では冠婚葬祭や儀礼などの支出が多く内職もできず、金次郎は自分の思考が通用しにくいのだと思い知る。服部家の完済までさらに長い年月が必要だった。大久保忠真が栄転しなければこんなことにはならなかったのに。大久保忠真はそれだけ名君だったんだよ。江戸に行く前に領民の中で優秀な働きをした者を殿直々に表彰し褒美を与えたんだ。お殿様が身分の低い者に直接声をかけるってほぼありえないんだぜ。表彰式は酒川川で行われたが当然金次郎も表彰される。そこで大久保忠真は金次郎と出会い金次郎の功績を知る。江戸勤めになってからも領内のことを気にかけていた大久保忠真は百姓のためになる改革案があれば申し上げよ、という布告を出す。それに金次郎は領内の年貢米を納めるマスが統一されていないことを訴え、マスの統一を提案した。年貢を納める際に使用されるマスだが領内で18種類もあり全く統一されていない。役人が不正なマスを使って領をちょろまかし差分を横領していたんだ。統一され大いに減税され多くの百姓が助かる。金次郎もすごいけど、それを承諾したお殿様もすごいわね。全くだぜ。大久保忠真は同役の水野忠邦に比べると影が薄いんだが、江戸地や樺太を探検、測量した間宮林蔵などの下級幕吏を登用、保護していたから有能な人材を見つけるのはかなりうまかったんだ。そして大久保忠真は優秀な金次郎をどうにか小田原藩財政立て直しのため取り立てたいと思い立つ。しかし、どんなに優秀でも金次郎は百姓出身。当時の六位を重んじるガチガチの身分制度社会では当然反対する者が多数いた。そこで忠真は、遠回りだが誰もが納得する実績を二宮が出せばよい、と考えると、大久保家分家の旗本、渦藩之助が治める下野の国桜町領、現栃木県真岡市、の復興改革を命じた。ここから二宮金次郎の伝説が始まる。これから始まるの？今までの功績もかなり伝説級だったけど、今までのはただの助走に過ぎないぜ。二宮さんはまだ 80% の力も出していないぜ。早速使者を送り依頼するが当然断られる。金次郎の賢明さを察し諦めないただだね。なんと3年間もアプローチを続けると金次郎は熱意に押されこう答えた。桜町に行き土地や農民の衰退の根源と再興できるかどうかをよく調査したいです。命を受けるかどうかはその後決めたいと思います。忠真は喜んで土地見分を命じた。3年間諦めない忠真もすごいわね。それだけ人を見る目があり期待していたんだろうな。すぐに桜町に調査に赴いた金次郎。そこで彼が見たものとは。長くなってしまったので今回の動画はここで終わるぜ。そんな少年漫画みたいな終わり方ある？続きが気になるじゃないの。思いのほか長くなってしまってな。近日中にアップする予定だからもう少し待ってほしいんだぜ。そういえば質問あるんだけど、二宮さんの名前、金次郎と金次郎の二種類表記してたけどあれはなぜ？ただの誤字？あれね。本当は、金次郎、なんだが小田原藩の役人が間違えて、金次郎、で登録したの。以来、金次郎、が正式な名前となってしまったんだがご両親が付けたかった本当の名前を紹介したかったの。どっちの名前も正解だがそんな事情を知らない勉強不足の教師からはテストで罰つけられるかもな。あと面倒くさくなったので次回からは、金次郎、で統一するかもしれない。最後まで貫き通しなさいよ。すまんなんだぜ。あと現在、二宮尊徳の反省と功績を描いた実写映画が公開されています。五十嵐翔さんが監督を務め俳優の郷田正史さんが主役の二宮尊徳を演じられています。地上の星、二宮金次郎伝、というタイトルです。小田原市や日光市や青森など二宮尊徳ゆかりの地では先行上映がされました。全国上映が待ち遠しい作品ですので興味を持たれた方はぜひ鑑賞してみてください。私もまだ見ていません。映画になるだと。本当にすごい人なんだね。いろいろ調べて気づいたが、この人って思想が現代に近いところがあるんだよね。それは後編の動画で紹介するぜ。なんか楽しみになったわ。こんなところで言うのもなんですが気がつけば登録者数が100名を超えており大変嬉しいです。登録してくださった方々ありがとうございます。更新遅いくせに恥ずかしい限りです。更新頻度上がるまでもう少しかかりそうです。そういえばなぜか紫式部の再生数が微妙に伸びています。おそらく某ゲームの影響でしょうね。サブカルチャーの影響力を思い知らされました。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。